人超下族の落葉小帝木別名、エゾナニワズ、エゾナツボウズ。鬼縛り、ダフネスドメツリムのアシュ、カラフトナニワズ、ダフネコンチャルタカの編集、アシュとされる場合がある。高さは50センチメートルになり、全体に無毛で、太い枝が、まばらに分子する。葉は、枝端に五星し、葉質は薄く、形は、頭皮心情長楕円型で、 長さ3から8センチメートル、幅1から3.5センチメートル、先端近くが幅広く、先端は、円筒から生倉頭、基部は長いくさび型になり、同族の鬼縛りより一回り大きい。葉の円は、全円で、4から7体ある、側脈があり、下部のものは長く整然と伸び、葉裏はやや粉白色を帯びる。傭兵は、ほとんどない。鬼縛り同様、 成果に落葉し、秋から新しい葉と翌春の花の蕾が生える。私有一種。花期は4から5月、花は黄色で、枝先に束製状に多数付け、小花柄は極めて短い。花に方向がある。花弁に見えるのは、学列片で、学頭は長さ4から9ミリメートル、学列片は長さ4から7ミリメートルになり、ほぼ同じ長さ。 先が4列して列片は開けでする。雄水は8個で、学頭の内側の上部に4個、下部に4個あり、短い花糸の先の役は内側を向く。学頭の底に、無毛で強調楕円形の脂肪が1個ある。果実は、液化で、はじめ緑色で、8から9月に赤大色に熟す。日本の本州、北海道の産地に分布し、 山林中に点々と生育する。南千島、樺太南部にも分布する。牧野富太郎は、新木屋日本植物図鑑において、何和図は、鬼縛りの長野県における方言で、長野県人が北海道において同地に生育する、鬼縛りに似た本種を、何和図と呼んだのが、始まりと言われている、としている。一方、植物和名の語源の著者の氏は、 牧野の言う長野方言説のほか、鬼縛りの別名である、夏坊主が点火して、何和図となった説を紹介し、さらに個人の解釈としながらも、何和図の歌、何和図に咲くやこの花冬ごもり今は、春べと咲くやこの花をあげ、咲くやこの花は、早春に咲く、梅の花であることが定説となっているが、雪深い北国の人々が、 雪残る早春に咲く本種に春到来の考えを表した何はずの歌を重ね合わしていつしか何はずとなったのではないかとしている。ありがとうございます。